マリアナ海域漁船集団遭難事件は、1965年10月7日に発生した台風による海難事故である。この事故では209人の犠牲者が出ており、第二次世界大戦後の日本における漁船の遭難事故としては、1954年5月のメレストームによる北海道近海での叫ます漁船集団遭難に、ついで大きなものとなった。 また海上自衛隊は創設以来初めての海外での災害派遣を実施した。通称マリアナ海難1965年10月4日未明カロリン諸島で発生した台風第29号は10月6日時点の予報ではアグリ半島の東方海上を通過するという見通しであった。当時、 マリアナ近海では日本から出港した静岡船籍のカツオ・マグロ両船40隻ほどが操業を行っていたが、この予報を受けて、このうち10隻がアグリ半島の西岸に避難した。しかし台風第29号は、10月6日には予想に反して、進路を西寄りから北寄りに急転し、7日朝、飛行中の7隻がいるアグリ半島付近を通った。 しかも、中心気圧が急激に下降して、発達、6日3時には970ミリバールであったが7日3時には914ミリバールとなり、最大風速秒速70メートルに達した。これにより、島の西に飛行した漁船は、台風中心が通過するとともに、東から西に変わった風をまともに受け、 しかも秒速70メートル前後の猛烈な、高岩風であったので、一隻は、アグリハン島に座礁して船体が、大破、一隻は、沈没、残る五隻は、多くの漂流物は発見されたものの船体は、乗組員もろとも行方不明となった。その後、下記のように空と海からの大規模な捜索が実施されたものの、わずかに、捜索活動の初期に発見した三人の、 漂流者等を救助したたのみとなった海上保安庁は、遭難船の一隻である大厚み辰丸からの、遭難通信を受信するや、直ちに在日米海軍司令部に対し、最寄りの米軍艦艇、航空機による救助を要請するとともに巡視船、室戸、など二隻を出動させ、さらに、付近出漁中の漁船と捜索救難のための連絡を取り、防衛庁、 水産庁にも捜索への参加を要請した。また9日には、政府も総務長官を議長とするマリアナ沖遭難漁船対策連絡会議を総理府に設置し、対策の検討に入った。現地時間7日午後2時半、漁船遭難の通報を受けたアメリカ海軍は、直ちに飛行中の航空機2機を現場に向かわせたものの、要救助者の発見には至らなかった。 8日から10日までの間は、稼働全力を持って捜索し、8日には座礁を転覆した、漁船を発見、生存者に救援物資を投下した。派遣決定と出動準備連絡会議を踏まえて、9日、夕刻、三輪の吉尾防衛事務次官から西村智春、海上幕僚長に対し、海上自衛隊の部隊の派遣について、検討するよう連絡があった。この時点で、 すでに自衛艦隊司令部では、災害派遣に備えた検討を実施しており、派遣可能な部隊は、第9護衛隊、第5護衛隊、給油艦、浜名及び、航空集団所属の P2V6 機である旨、海上幕僚幹部に通知していた。午後8時35分、自衛艦隊司令官は、海上幕僚幹部との調整結果に基づき、直卒の第9護衛隊及び、 第5護衛隊に対して災害派遣準備を命ずるとともに自衛艦隊司令部では航空機派遣のためグアムのアガナ海軍航空基地の使用について在日米海軍司令部を通じて交渉を開始した午後9時10分海上保安庁長官から部隊派遣の要請がありマリアナ沖の遭難行船乗組員の捜索救難に 関する海上自衛隊行災命が発令された。ついで、自衛艦隊行災命に基づき、第1護衛隊軍司令を指揮官として、第5.9護衛隊をもって、水上捜索任務軍が編成され、準備でき次第出港、捜索海域に向かうこととなった。各艦は、横須賀、佐世保各地方隊の支援を受けて乗員の急、上院の京急勾集。 燃料真水及び生かて品等の急速補給を実施した後、第5護衛隊は10日午前1時にサセボを、佐世保を第9護衛隊は同日午前2時20分に起こすかを、それぞれ出港して現地に向かった。またこの際、第9護衛隊には報道関係者12名が、便乗した。一方、航空集団司令部では、海上幕僚幹部及び、 自衛艦隊司令部と調整の上で、下宇佐の第4航空軍、八戸の第2航空軍に出動準備を加齢した。準備は迅速に進み、10日未明には、第4航空軍の P2V-76 機が発進準備を完了。これと前後して、第2航空軍の P2V4 機が逐次下宇佐航空基地に進出して、出動準備を完了した。 しかしこれら航空部隊の派遣については、米国からアガナ基地の使用許可があってから発動する方針で、9日夜以来、海上幕僚幹部は、マグ、自衛艦隊司令部も在日毎海軍司令部を通じてそれぞれ接衝を行っていたものの、なかなか許可が出ず、一時は無許可のまま発進することも検討された。10日午前7時前になって、ようやく米軍から、 アガナ基地の使用許可について連絡があり、航空集団に対する会場を自衛隊業際命が発令されて、航空集団司令部から派遣された、焼田孝二一佐を指揮官とする、航空捜索救難任務隊、及び航空集団司令幹事機卒の航空輸送任務隊が編成され、10日午前8時過ぎより、順次に、下宇佐航空基地を発進して、グアムに向かった。 なおこの災害出動に際し、特例として、出国手続き、税関手続き及び検疫手続きは省略された。現地到着後、航空捜索救難任務体指揮官は、直ちに米軍統合捜索救難中水を訪問し、米側指揮官から7日以降の捜索状況の説明を受けるとと,ともに、翌日からの日米捜索計画について打ち合わせを行った。 翌11日早朝より、航空捜索救難任務隊の6機の P2V-7 は、捜索活動を開始した。一方、水上捜索任務軍の第1護衛隊軍は12日午前10時50分、第5護衛隊は13日午前2時20分に、それぞれ現地に到着し、それぞれ直ちに捜索活動を開始した。捜索活動と、その終了アメリカ海軍では、 10日からは特に潜水艦救難艦を現場に派遣し、第15潜水船隊司令を現場指揮官に任命するとともに、ハワイから C-130 輸送機1機を招致し、現場での空中調整及び通信中継を行っていた。途中からこの空中現場調整機に航空捜索救難任務隊の幹部1名が排除し、日本語による 通信連絡に当たることになった。また、アメリカ軍は、沈没を免れた日本漁船から情報を聴取していたが、言葉が通じないなどの問題が生じていたことから、12日有国より、水上捜索任務軍から、主席爆料他2名が、潜水艦救難艦に派遣された。航空捜索救難任務隊の p 2ス7は500フィート程度の低空を飛行して、 会場を捜索していたため、無線による通信可能範囲が狭く、漂流物などを発見した場合には、米軍の空中現場調整機を介して、近くの艦船を誘導し、回収するという手順になっていた。P2V-7 には冷房装置がなく、低空を長時間飛行していると機内の温度が上昇してしまうため、近くに、 スコールがある時にはあえてその中を飛ぶことで機体の温度を下げるなどの工夫をしていた。また地上中期中も炎天下飛行機が手も触れられないほどに暑くなるので、やむを得ず気温の下がる夜間に懐中電灯を頼りに整備するという状況で、その上、作業中は蚊に悩まされることが多かった。一方、水上捜索任務軍は、米海軍、巡視戦闘から得た情報を 台風29号の通過経路、水路寿司、漂流物及び生存者の救出位置等から判断して、当初はアグリ半島の東側に捜索区域を設定して活動していたが、海流、風向、漂流物の発見位置等を踏まえて、13日遊国からはアグリ半島の西方海域に捜索区域を移し、捜索を続行することとした。航空輸送任務隊の四機は、 もともとは、整備要員、機材の輸送任務ということで、乗員は、未充足のままで派遣されており、当初は、輸送任務が終わったら、帰投する予定であったが、11日には、予定を変更し、現地で、航空捜索救難任務隊に編入されることになったため、元の所属に関わらずに乗員をやりくりして、混成チームで飛ぶことになった。また14日には、 第一航空軍の P2 ボルト1機が増強され、航空捜索級難任務隊に加わった。同期は、航空機用部品、増加食及び日用品等を搭載してきており、また隊長機は15日に一度帰国して16日に、再度グアムに飛来するにあたって、即席ラーメンなどを大量に搭載してきていた。これにより、航空部隊もようやく自給体制が取れるようになった。 航空部隊は、アガナ基地で補給を受けていたが、初の部隊規模での海外派遣ということもあり、特に食事面での苦労が多かった。飛行中のランチボックスは、フライドチキンと、クラッカーにピクルスなどが付属するもので、毎日ほぼ同じ内容であり、特に米飯に愛着が強い自衛官はなかなか馴染むことができず、整備員のうち一名は、連絡機で帰国し、また便秘のために、 現地の病院に入院するものまで出た。14日夕刻には、給油艦、浜名が現地に到着し、水上捜索任務群に合同した。同艦合同後、第1護衛隊群の各艦に対し、便乗してきた、同軍の隊員及び生け庭品の遺災を行った。さらに、浜名では、捜索漁船の代表を招き、漁船に対する補給物資の引き渡しについて、打ち合わせを行い、 各漁船に物資補給を行った。15日、浜名は漁船に対する補給終了次第、横須賀に帰祷するよう命令を受け、16日午前1時、水上捜索任務軍指揮官の指揮を説かれ、横須賀に向かった。この時、他の護衛官に分乗していた、報道関係者12名は、同艦に異常、横須賀へ帰ることになった。19日夕刻 海上保安庁長官から災害派遣撤収の要請があり、派遣部隊の撤収に関する会場、自衛隊行災命が発令された。これにより、第1護衛隊軍は、同日午後10時捜索海面発、22日午後1時半、横須賀に帰島した。また、第5護衛隊は、佐世保に向かい、21日午後10時35分に、帰着した。各隊は、 それぞれ入港時をもって任務編成を解かれた。一方、航空部隊は20日、日米合同研究会に参加するとともに、帰国準備を行い、翌21日午前7時、4個編隊に分かれて、阿賀名基地を離陸、同日午後2時、前期下宇佐崎地へ帰島した。最終的に、本捜作救難活動には、延べ207隻の艦船 延べ91機の航空機が投入され、捜索海面は延べ27万平方海里に及んだが、ついに行方不明の遭難漁船を発見することはできず、10月23日、捜索活動を終了した。この件に関する海難審判は、1966年2月12日に、横浜地方海難審判庁で開かれた。この審判は、 遭難漁船一隻ごとに行っていたが、マリアナ海域漁船集団遭難事件とまとめて七隻の海難審判が行われるようになった。採決は1967年3月30日に開かれ、遭難は台風第29号の予測困難な発達による好転に遭遇して発生したとする採決が下っている。この事故は多くの犠牲者を出したため、 当時の日本社会に大きな衝撃を与えた。1965年11月5日の衆議院、通常国会で取り上げられ、海難事故に対する具体的な対応などが問われている。まだ気象衛星などない時代であり、政府部内からも、日本も、独自の気象観測機を所有しようという声も聞かれたが、具体的な計画もないままうやむやに終わった。 それまで近海用の救難機しか保有していなかった海上保安庁は南洋で巡航しながらの気象観察と漁船の救難任務のために2000トン型十二支船と YS-11A の導入を決定した。総計生存者3人、死亡1人、行方不明208人。ありがとうございます。